こっちでも本当勉強っていう感じで一応現場ののを見たり、仕組みをこう勉強させてもらったり、フローチャートチェックしたり、ロスを見たりっていうのと、まあ、あとはうちで作ってる製品の作り方を学ぶっていう意味で試作を教えてもらったりっていうのが半分で、残りの半分は、まあ、うちがホテル事業も一つフランチャイズでやってるんですけど、そちらのレストランでウェイトレスといいますか、まあ、給仕やってました。竹下製菓って今ブラックモンブランっていうアイスがですね、一番こう、まあ、主力で、まあ、竹下の代名詞とも言えるんですけども、まあ、2番手3番手の商品がやっぱりそこまでいってないんですね。で、一つの商品に頼るっていうのは経営としても不安定ですし、でもう少し冷菓事業だけじゃなくて、うち菓子事業もあるんで、そちら菓子の新商品開発もしっかり行って、まあ、菓子冷菓での料理輪を回す、それぞれの部門の中でも、何品かで、きちっと部門の売り上げを支えていくっていうのがやっぱり理想かなと思ってました。でそれに向けて、なんとなくその会社の雰囲気がブラックモンブランがあるからこの会社大丈夫だろうって思われてるような気がしたんですね。まあ、そのあぐらをかいているような、働いている方々も安心をされている感じがあったんですよ。なんていうか、新しいことをやろうっていうことに対する、その、まあ、新しいことやるって大変ちゃ大変じゃないですか。なんかそこに対するこうちょっと後ろ向きな感じがあって、このまんまじゃやっぱり会社全体としても良くないんじゃないかなという気がしたので、もっと楽しい、作っててもワクワクできる、そしてお客さんにとってもやっぱ次竹下から何が出てくるんだろうって思ってもらえるような新商品を出していきたいなと思って、まあ、新商品開発に取り組み始めました。私が担当させていただくようになってから気がけたのは、まあ、中が美味しいのは多分もう当然というか最低限ですけど、それだけじゃなくて、やっぱり手に取ってもらえる、バイヤーさんに店頭に置いてもらえる商品にしなきゃっていう思いがあったんですよ。それまでもうちが開発してた商品って結構美味しかったんですけど、やっぱり残らなかったんですね。そもそも店舗にも置いてもらえないし、リピーターがつかないから店舗から消えていくと。それをこうなんとか置いてもらいたい、そしてお客さんも手に取って買いたいって思うためには、やっぱりその見た目とネーミング、思わず手に取りたくなるっていう風な仕掛けを考えなきゃいけないと。で、大手さんみたいにプロモーションをバンバン打てるわけでもないので、でなると商品自身に発信してもらうとか、あとは今 SNS とかが流行ってる時代じゃないですか、まあ、そこの上で取り上げてもらえる可能性があるんだとしたら、どういったものなんだろうみたいなことをやっぱ考えていかなきゃいけないかなと思ったんですね。で、まあ、そういうその何が正解かが分からなかったので、一品ごとにこれはこっちに振ってみようとか、これはこっちに振ってみようなみたいな感じで手探りで今正直やってるんですよ。これで朝食アイスとかっていうのも生まれたんですけど、まあ手に取ってもらうきっかけとして、もう明確にこれを朝食にどうぞってしてあげると、シーンをイメージしやすいじゃないですか。っていうので購入につなげたいっていうのもありましたし、あれ実はパッケージがブラックモンブランのロゴにちょっと似てるんですね。まあオマージュなんですけど、で一瞬ですね、ブラックモンブランを知ってる方からすると、え、これパクリって気になるんじゃないかと思うんですね。その気になってちょっと見てもらいたいと。まあそれだけじゃなくてですね、何品も同じような感じで出していったんで、多分過去のですねパッケージだったりネーミングとはやっぱり違ってると思うんですね。でなんか最近竹下さん違うのやってるよねとか、そういうお声をまずは業界内からいただくようになりましたね。特に会長がですね、やっぱり商品開発に対する思い入れ強いんですよ。まあ、私もそうなんですけど、やっぱりまだ自分の父の背中を超えれてないと、ブラックモンブランを超える商品を作れてないっていう思いはあるみたいで、バトンタッチしたからには好きなこう商品を考えるみたいな方に
今は行ってるみたいですね。ブラックモンブランだけじゃあこの先っていうのは会社として安定してないっていうのは当然あるんですけど、これはもう単なる自分のこう趣味といったらあれですけども、なんていうか血潮とかたぎるというか、やっぱりこう祖父が残したこう偉大なものであるからこそ、自分もなんかこうやりたいみたいな、超えたい、並びたいみたいなのはありますよね。